これから、まあ、賞決まっていくんですけど、まあ、先生が個人的にお好きな作品と、はい、まあ、ご感想いただけたらありがたいんですけど、はい、まあ、もちろん全ての作品が良作だと思ってますし力作だと思ってるんですけど、そうですね、あのリボンのああいう作品ですか、僕の趣味ってわけじゃないんですけど、こういう作品って、まあ、他の作品も実はそうですけど、今しかできない作品、今の、17歳18歳でしか作れない、なおかつこう、まあ、精神的にもそうですし、人間としてもそうですし、これから大人になっていく過程の、の表現としてすごくこう、まあ、純粋である点とか、まあ、そのなんか、美しさみたいなのはこういうデコレーションにも表れているなと思ってて、で作品としてのクオリティっていうのにはまだまだ全然問題はあるんですけど、こういうことをやっていく中で自分と向き合って、でそれを残していくっていうことで、例えばこれを10年後見た時に何を感じるのかとか、20年後30年後っていうふうに、アーカイブされていく作品だと思うので、それはなんかこの世代この特有の感覚がうまく表現できているなというふうに感じました。まあ、やっぱ気になるの僕これですね。あ、これですか。先生の作品は気になりますね。なぜですかね。まあ、何が気になるかっていうと、まあ、まあ、なんか話というか何か人らしきものを書いてるなとか、まあ、なんか口で挟んでるのなんだろうとかはあるんですけど、なんかそれよりもまずなんか目に強烈に入ってくる色彩と、なんか顔の形態感とか、なんかそういうのがすごい、なんだろう、それをなんか堂々と描けてるっていうのが、やっぱすごいいいなと思いますね。なかなか高校生とかこのぐらいの年で潔く描ける人ってなかなかいないので、そういった意味でもなんかこの絵は素晴らしいなと思いました、はい、これいくつかあるんですけど、これ、はい、これですね。あ、そうで、これいいなと思ったのは、なんかまあ普段は油絵を描いてる姿を見てるので、油絵とデッサンなんて、それ以外の表現の仕方とかってやっぱり一つ一つ、例えばこういうトレーシングペーパーに描くことって本当は保存とかの観点からするとしないじゃないですか。でも感覚的にこのなんていうか、彼女の作者のリアリティっていうか、そう、気迫さっていうか、あと見せたいんだけど、そんなはっきりは見ないでほしいみたいな感覚っていうか、そういうものに適してるなと思うし、何よりこれがいいなっていう、内容もいいと思うんですけど、このミニチュア感っていうか、その目線のこの細かさっていうか、小さいものたちを作者がどういう目線でこう見ているかっていうか、世界をどう見ているかみたいな、もうなんか分かるような気がして、僕にはあんまりなんかこう普通にしたらないような感覚なので、そういう感覚が見れるのがなんか尊いなと思いました。まあ、絵もいいんですけど、絵もやっぱりちゃんとスタイルがある絵というか、彼女のやり方が全部あるし、その造形感覚もやっぱり絵を描くときもこういう、まあ、立体的なものを扱うときもやっぱなんか通底している同じものでやってるんだなっていうふうに思いました。うん。